三遊亭どかすずめは落語の名跡。なお、五代目以前にも同名を名乗った落語家は7人ほど確認されている。五代目、三遊亭どかすずめは落語芸術協会所属の落語家。本名、柳本治出林は、紀仙。東京都世田谷区出身。都立烏山工業高校卒業後の1968年2月に四代目。 三遊亭窓カバに入門、前座名、春馬を名乗る。1971年10月、二詰昇進し、春馬と改名。1983年4月に四代目春雨や、雷蔵、二代目、龍亭こちらく、古今亭樹介、三、笑亭、夢之助、桂慶丸、五代目春風亭龍城と共に、新内昇進、五代目、三遊亭窓カスズメを襲名。 2016年1月4日に脳梗塞のため鹿児島の病院で死去。葬儀、告別式は近親者のみで取り行い、後日報道によりその死が公表された。同じく密葬を取り行った情報落語四天皇の一人の三代目、桂春男次の死去と発表が前後している。古典落語を専門とし、得意ネタは、トーナスや聖ダン、紙入れ、見たり馬、 錦の傾斜など、落語芸術協会の歴史バンド、ニューオイランズではクラリネットを担当した。メンバーの中で数少ない演奏経験者でもあるため、結成してから初めて演奏を始めたメンバーと同じパートを担当したり、サポート演奏をすることもあった。また、曲によっては、ボーカルも兼ねた。趣味はワイン。長唄の初代、キネやサンザイモンはおじにあたる。 ABC 落語家の三遊庭園鈴め氏が死去。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュ entertainments スラッシュニューススラッシュ160116スラッシュ ent160116008-n1.html2016 年1月16日閲覧 ?ab 不法、最優庭園すずめ。 落語芸術協会。2016年2月24日閲覧。AB 三遊亭窓かすずめ。2016年1月17日閲覧。ありがとうございます。